アメリカといえども西と東では全然違いますし、あの移籍が決まった時は多少あどうなるのかなとか大丈夫かなとか思ってたんですけど、なんかもう今は待ち遠しくてワクワクしてます。っていうのはないですか？うん、今回特別っていうのはありました。あのお鍋を新調して一人用 の、 あの電気でできるやつを買って持っていきます。結構あのこれからのシーズン、はい、暖かくなりますけど、はい、お鍋はされるんですか？します。まだまだあのニュージャージー寒いと思うので、うん、多分5月ぐらいまではいけるんじゃないかなと思います、うん、でも夏になってもあの汗かきながら食べるのも好きなのでそうなんです、はい、活躍してくれると思います。今年も自炊をして、はい、自分の体を作って、はい、新チームでまたって感じですか？はい、そうですね、まあ、シアトルではあの日本食のスーパーがすごく手軽な場所にあったので、まあ、あのニュージャージーは調べてみたら1時間ぐらいはドライブしないとなさそうなので、まあ、それでも初めにこれだけあればいいかなっていうぐらいの調味料等々あの中に詰めてきたので、あの、まあ、日本食なんかも作りながら楽しく生活できるかなと思ってます。不安はありますね。まあ、あの頼る場所がないっていうのはあるんですけど、まあ、でもそれはシアトルに行った時も全くではないですけど、まあ、同じようなものだと思うので、うん、なんとかなると思ってます。確か、はい、あ今もねちょうど連絡が来ててまだ読めてないんですけど、あの澤さんはなんかこうことあるごとにこちらから報告させていただくといつもすごくありがたいお返事が返ってきて、頑張ろうっていう気持ちになってます。選手としては出れる場所でっていうのももちろんですし、新しいところでまたチャレンジだと思って頑張ってねっていうことは言ってもらいました。いやそれはもう私も一ファンとして思ってますねまあ本当に現役の選手ではありますけど、女子サッカーを盛り上げたいっていう気持ちはすごくありますし、今は選手としてそれをやりたいなと思いますけど、まあ、選手であってもこうできることっていうのはたくさんあると思いますし、選手と運営側が手を組んでできることっていうのもあると思うので、そこはいろいろと意識していろんな方の力を借りながらやっていきたいなと思います。まあ、やはり新しいチームに行くということは、今まで以上にまず初めにこう競争っていうのが待ってると思いますし、しっかりそこを勝ち取って、スタートで試合に出て、コンスタントに90分出れる、そしてそこで結果を出せる選手になりたいなというふうに思ってます。変えるっていうのは、そうですね、今までアウェーで戦っていた地がホームになるわけですから、うん、まあ、アウェーの時とはまた違った感覚でそのスタジアムを楽しむことができると思いますし、うん、まあ、そういった新しい環境っていうのも楽しみながら挑戦していきたいなと思います。